シチリアのアガタ、または聖アガタは、キリスト教の聖女。カトリック教会、聖教会、非、カルケドン派で聖人。記念日は、クレゴリオ歴、修正ユリウス歴では2月5日、ユリウス歴を使用する、聖教会では2月18日に相当。250年頃に殉教したとされる、カターニアの守護聖人。カトリック教会のミサの中で、 名前が読み上げられる七人の女性の一人。聖教会では聖地名女アガフィアとして記憶される。シチリアのアガタはシチリア島カターニアで生まれた。伝承によれば、美しいアガタは当時シチリアを支配していたローマ人権力者から目をつけられたが、その意に従わなかったため、彼はキリスト教徒であることを理由にアガタを捕らえて苦しみを与えた。拷問の中でアガタは、 両方のチブサを切り落とされたとされる。そのために彼女は切り落とされたチブサを皿の上に乗せて持つ姿で描かれることが多い。彼女が捧げ持つチブサの形との関連からあガがたは金職人やパン屋の守護聖人とされてきたが、近代に入ると乳がん患者の守護聖人ともされた。彼女は日破りにされることになったが、まさに刑が執行されようとした時に地震が起きたために、 処刑を免れたという。アガタは後に、獄中で命を落とした。1551年に、オスマン帝国がマルタ島に侵攻した時、人々はアガたに鳥なしを祈り、結果的にマルタ島は守られたため、マルタの守護聖人ともなった。ありがとうございます。